ニュースポストセブンです。去年4月に一般男性との結婚と妊娠を報告したフリーアナウンサーの新井恵里奈さん、その後6月から産休入りし、10月に第1子を出産しました。2019年上半期のテレビ番組出演本数女性タレント1位に輝いた人気アナウンサーのお相手はどんな男性なのでしょうか。男性の知人は有名製薬会社の御曹司です。慶応大学商学部出身で世界を舞台に活躍しています。直近の有価証券報告書を見ると、大株主の欄に名前があり、数億円分の株式を保有していますと明かしています。やはりただものではなかったようです。